さんこんにちは、おーチャンネルです。よろしくお願いします。はい、今日はですね、 LED ライトご紹介したいと思います。で、 LED ライトね、私はスルーライトが結構好きでいっぱいライト持ってるんですけども、今日はスルーライトではない別のメーカーのライトをご紹介したいと思います。それがこちらになります。はい、こんな感じのライトです。ちょっと太めのねライトになります。でもね、握ってとっても握りやすいと思います。で、このライトはですね、特徴が2つあるんですね。で、まずね、ちょっと1つ目なんですけども、ここ先端を見ていただけると分かると思うんですけども、こんな感じで映るかな。ここ実はチップがね、 LED のチップが2つあるんですね。黄色いチップと白いチップで、普通のね、あの白い LED ライトっていうのは黄色いチップを使うんですけども、その隣にあるこの白いチップ、果たしてこれはどんなライトなんでしょうかね。後ほどお見せしたいと思います。で、もう一つの特徴はですね、実はこのライトはこの先端の部分、こうやって動かすことができるんですね。これで光の範囲がちょっと変わるので、これも後ほどお見せしたいと思います。で、このライトですね、使用するバッテリーなんですけども、はい、このように入ってます。はい、単4乾電池が3本です。今私はこれ Amazon のね充電池を使っているんですけども、普通のねアルカリ乾電池でも大丈夫です。単4乾電池3本で、駆動します。はい、で、電源はですね、このお尻の部分のこの緑のボタン、これが電源です。じゃあね、つけてみたいと思います。はい、こんな感じです。こんな感じのね、まん丸のね、結構広い範囲を照らせる光になってます。で、これがですね、先ほどこれズームができるっていう風にご紹介しましたけども、これちょっとズームするとこんな感じのね、スポットの光になります。で、またズームから縮めるとこういう風に広い範囲になるので、広範囲を照らしたい時にはこんな感じで、遠くを照らしたい時にはこうやってズームにするっていう、こういう風なね使い方ができます。で、このライトはですね、最大光量が500ルーメンということで、結構明るいですね。暗いところでこうやって広範囲で照らせるっていうのは、ランタン的な使い方もできると思うので、なかなか重宝するんじゃないかと思います。で、このライトはですね、モードが切り替えられます。今一番明るい白い光が出ているんですけども、このお尻のボタンをもう一回ちょっとだけ押すと、はい、ちょっと暗いモードになりました。はい、で、次が、はい、これお分かりいただけますかね。そうなんですよ、これ実はもう一個の機能がですね、ブラックライトがつくんですね。なかなかこの普通の白いライトとブラックライトが両方つくライトってないと思うんですよね。これはですね、1台2役ということでブラックライトも使えます。なので、ブラックライトでこうやってズームすることもできるんですね。まああまり使うことはないかもしれませんけども、まあ、こんな感じですね。はい、で、もう一回お尻の部分ちょっとだけ押すと、また白色光に戻ります。明るい暗いブラ、あ、ストロボも出ますね。はい、で、ブラックライト、明るい暗いストロボ、ブラックライト、これの繰り返しですね。で、完全に押せば切ります。はい、こんな感じのライトです。じゃあちょっとね、部屋を暗くして照射テストしてみたいと思います。はい、ではね、部屋を暗くして、今目の前にカーテンがあります。カメラの位置からカーテンのところまでだいたい3メートルから4メートルぐらいの距離だと思うんですけども、ちょっと今ね、昼間に撮影をしているので若干外の光が入っちゃってるんですけども、この白いカーテンに向かって先ほどご紹介したこちらのライトを照らしてみたいと思います。じゃあ行きますよ、せーの。はい、どうでしょう。お、明るいですよ、結構明るいですよ。もう画面に収まりきれないくらいなんですけど、すっごい大きいこのまん丸のね、ライトの光が映ってます。じゃあちょっとね、これをスポットにしてみますね。こんな感じです。遠くを照らすときにはこれだと結構遠くまでね、光が届くと思います。はい、こんな感じです。じゃあちょっとね、モードを切り替えてみますね。はい、これがちょっと暗いモードですね。暗いモードですけども、結構私の肉眼ではね、明るく見えます。そしてこれはストロボモードですね。そして、はい、ブラックライトですね。ブラックライトモードの今ね、一番広い範囲を照らしているモードですけども、これもこうやってね、スポットにできます。白いカーテンが青白く光ってますね。はい。というわけで、こんな感じのライトでした。なかなかね、1台2役ライトって、まあ、ないと思うんですけどもね、まあ、このライトは結構、ライト好きには、結構、嬉しい商品じゃないかと思います。はい、というわけで今日はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。バイバーイ。